鉄道人身事故ニュース速報です。2021年7月14日19時4分ごろ、 JR 神戸線の立花駅から甲子園口駅で人身事故が発生した模様です。現在運転を見合わせており、振り替え輸送を行っています。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。